セクシー。ああ出た、一気に来たね。今日の番組は今日のスポンサーのセクションだ。お疲れ様。さあ先生、はい、どうもやってまいりましょう。よろしくどうもどうも。ということで、はい、生体の専門家リー先生でございます、はい、それからボイスレーナーやっております MI スキルム講師のデスノリー様でございます、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、うん、こちらにパソコンが、そびえ立っておりますがですね、うん、パソコンがここに、置かれているということは、リアクション動画やっていきたいと思います。おお決まりのね、今日は何をやるんだろうっていうね。今日はですね、はい、ちょ決まってて、お楽しみ。何ですか？これはちょっと、やらんといかんと思って、うん、ちょっと先生を召喚させていただいたんですけれども、うん、ちょっとじゃあ、早速なんですが、はい、今日やらせていただく曲、こちらでございます。うん、ローレン・イロアスさんでございます。の、ずっと一緒。これね、北井達也さんの曲なんですよ。うん、あ、そうなんですか？そう。北井達也さんが最近、まあ最近って言っても、まあちょっと前ですけど、うん、リリースされた楽曲で、結構バズってる。うん、なるほど。そうなんです、そうなんです。この曲ご存知ないですよね、先生。ちょっとね、今のところ。そうです。はい。僕も最近、うん、そう、生徒さんの影響で、うん、僕普段ね、ボイスレーナーやってるんですけど、うんうんうん、生徒さんの影響でこれ、存じ上げてですね。なるほど。すげえかっけえ曲だなって思って、うんうんうん、で、歌詞もなんか、うん、結構なんか令和な、うん、ちょっとなんだろう、こう、ある種、解釈違ったら申し訳ないですけど、うん、ちょっとメンヘラチックだっていうか、あ、そっちの意味でちょっとエモい感じの楽曲で、うんうんうん、そう、ローレンさんといえば、うん、VBS ですよ。あの、成瀬さんの。VBS。ね。そう。あの、最高の、我々が酔ってしまった、あの、最高の楽曲あったじゃないですか。あれいいですよね。VBS の時は、そうか。あの、エッジの魔術師というか、うん、なんかいろんなポジションを行ったり来たりもしてるし。あの、成瀬さんとね、この、絶妙なコンビネーションですから。そんなことができる男が、そうですよ。このずっと一緒っていう楽曲ですね。まず先生これご存じないと思うんですけど、うん、歌いこなすのまじむじだろうなって思う、キーが高いとかじゃなくて、はい、歌いこなす雰囲気出せねえわっていう僕だったら、うん、なるほどなるほど、曲なんで、はいはいはい、あの成瀬さんと渡り合った男だったら、なるほどね、いけんじゃねえかっていうところで、ちょっと私もできるだけこう情報を仕入れないように、うん、なるほど、とっときの、しかも上がりたてですから、うん、2週間も経ってない動画なんで、ちょっと見ていきたいなと思いますので、うん、我々声の専門家なんで、あの、ローレンさんの、あの、魅力ですとかね、はい、あの、発声の解説だとかも、織り交ぜていければなと思っておりますんで、はい、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルはですね、日々発声かけの話とかですね、今日みたいなリアクション動画とか、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。って感じで、じゃあ本編、いきたいと思います。はい、さあ、じゃあ早速なんですが、うんうん、これね、曲そんなめっちゃ長くはないですよ。3分ぐらいの曲でして、ね、これまずね、うん、イントロから行き出しかっこいいんで。なるほど。うん。いきますよー。楽しみ。こういう感じ。いいね。こういう感じ。あ、好き。かっこいいっすよね。うん。めっちゃかっこいいんだよな。ずーっと一緒っていう。あ、ほんと。うん、この、あ、曲名がね。なんかちょっとね、なんか匂わせますよね。どんな？そう。お。お。あー。おー。ローレン節。こっち。こっち。えー？もうなんかローレン節。ねえ。ローレンさん、うん、やっぱ個性しっかり持ってます。ぶっといの個性が。わかる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 。そうなんですよ、うん。で、そうなんです。ずっと一緒の原曲を僕知ってるんで、うんうんうん、これ合うんじゃねと思ったんですよ。その個性が、はい、先生がおっしゃる、うんうんうん、ぶっとい個性あるじゃないですか。なるほど。で、それは VBS で僕も、そうですよ、ね、知ったんですけど、うん、これちょっとローレンさんの曲じゃないと思って、うんうんうん、なんか化学反応が予想できる感じ。そう、うん、それがあって。あ、これいいわ。いい。A メロでいいわ。もう、うん、なんか転がしてるんですよ。自分の曲のように、うん、なるほどね、すでに自分の節を入れまくってんすよ。ちょっとあれでしょ、ヤンデレ感があるんでしょ。そう、そういうことなんですよ。そういう感じか。そういうことなんですよ。分かった分かった、なるほど。そういうことなんですよ。じゃあちょっとこんな感じで女性感を歌っちゃうんだ。おそらくそうなんだと思います。おそらく女性目線なんですよ。おそらくですよね。なるほど。解釈がいろいろあると思うんですが、おそらくそうかな。ただもうローレンさんのあの VBS の時のあの色気とか、うん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 、あのエッジの使い回しとか、
あのちょっとしたこう時折見せる色気気だるさみたいな、ねえ、これ絡んじゃうでしょみたいな、全部持ってっちゃえる、あのそうね、雰囲気あるから、そう あるある、もうあるんで、当然のようにいけるっしょと思ったんですよ。僕は歌えないけど、ローレンさんいけるっしょと。もう一回ちょっと最初に、うん、そうなんだよな、このイントロから、うん、えいって入っちゃってもいい曲だと思うんですけど、うん、でも、今の、さあ、ね、よーねー、ちょっと上ずっちゃってるんですよね。繋がってるよ。これね、ここにちょっと病んでるポイント、ね。いやー、そうなんですよ。いいですね、やっぱエッジもね、随時入ってて。やってらし、やってらし。この感じ得意っすよね、ローレンさん。このエッジ、このエッジは難しいんですよね。生態感あるんだよな。なんか生態、純粋な生態エッジじゃない気がするんですよ。あ、本当に。太いもんね。太い。エッジがね。太いんですよ。なんか結構ギリギリ地面削ってる感じするんですよね。やってらし、やってらし、ストリエッタ。なるほど。ちょっとやっぱ常にちょっと鼻にかかってんですよね、これはね。いや、低音ボイスですよ。低音ボイス。そう、これなぁ、この感じね。しかもこのなんか女性感をこの低音ボイスで入れるともうすんごいセクシーになる。セクシー、すんごいセクシー、そう、すんごいセクシー、すんごいセクシー、そうすごいセクシーじゃない、そう、すんごいセクシー、もう全然レベルが違うんだよ。そう、全然違うんだよ。だからなんかその化学、それこそ化学反応ですよね。うんうんうん、このレンジの狭い感じで、はいはい、女性感なんで、うん、そうなんです、ね、これは新しいんですよね。新しいんだよ。そうかそうか、当たり前じゃないから、うん、いいですよね。どうなんです、突拍子もないから。おお、ごめんなさい、ちょっと止めてばっかで申し訳ないですけど、うん、ここちょっと好きかもしれないです。ここの、うんうんうん、帰れなくなったあるじゃないですか、うんうん、ここだけ、うん、当たり前のように歌ってますわ。うんうんうん、わかります。ここだけニュアンスがなくて、うん、また私のせいで帰れなくなっちゃったねみたいな感じで歌ってますよ。ちょっと聞いてみよう。ここだけめっちゃ普通じゃないですか。うん、帰れなくなった、なった、そう、シュンってここだけ着地してて、そうかそうかそうか、帰れなくなったみたいな、この嘲笑のニュアンスとかも別なくて、うんうん、別に普通じゃんみたいな、うん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 、そんなん普通でしょみたいなニュアンスがあって面白いっす。なるほど、狙ってるんだとしたら、なんかこう歌詞読みがあるんでしょ。あるんでしょう、ね、そういう雰囲気のね。そう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 、これ好きやな、こういうの細かい、うん、ここら辺はちょっと感情的な、この辺もあれ思いきりっていう、そう、なるほど、絶対一緒に。ここは地域っぽいんだな。そうですか、そうですかね。あ、ゴビが。おお。セクシー。すんごい。すんごいセクシー。めちゃくちゃにされましたね、今ね。いやー、なんか。めちゃくちゃになった、みたいな。かき混ぜられますね。いや、そうなんですよね。マドラーですよ。そう。ぐじゃぐじゃにされる。ぐじゃぐじゃ。なんか、感情とか、いろんなものが。そうですか、めちゃくちゃいいやん。うん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 。やってるっすね。いやー、ね。サビじゃないっすから、まだね。そうか。うん。でもずっと聴いてられるんですよ。いや、そうなんですよね、うん。ぐちゃぐちゃにしてるんだけど、うん、ジャンルが全部一緒だから。なんか整頓されてるというか、そう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 、セクシーというサラダ、そう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 、全ての料理、そうそうコース料理ね提供されてる、まだ前菜ですけど、そうですね、もうすでに満足しそうですけど、うん、ああ、いろいろ随時抜きますよ。ああ、でもナルセイズムありません、ちょっとあるから、ありますよね。おお、ああ、これちょっとね、おお、こっからサビ来るっすけど、ね、なんかこの B メロは、うん、ちょっとこう、うん、ふわふわと漂うように、うんうん、つけるように、はい、
歌ってますよね。そうで、あの今のサビ前、うん、のところで音楽が一気に消えて、そうなのよ、声で落とす感じ、あなんかもういいっすよね。そうもう手中に入れてますよ、入れてます、ね、入れてんね、うん、計算これは計算高いっすよ、計算高い、ね、これはもうこれ計算高いっすよ、うん、これサビ期待が高まりますよこれ。あ、こんな感じ、ね、そうそう、ちょっとこうふわっとしてません、なるほど、からのきますよ、お、ダメだね、うわぁ、おぉ、わぁ、最高、そういうこと、最高、あ、最高、そういうこと、鳥肌立った、払わないんですよね、ずそうそうずなんかずっと入りそう、鼻歌ずっとなんかこう寸止めされ続けてる、ずっとここで使ってるだけ、うん、使ってルンルンしてる、そう手玉でこう、要するにもてはばそばれてる、そう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 、もうこういう感じ、これは悪い男です、悪い悪い、これは悪いもうなんか本当にこう狭い世界でこうやってる感じっていうか、うんうん、これごめんなさい、ね、過去の動画と結びつけちゃって申し訳ないんですけど、うんうん、VVS の始まりエッジボイスだったじゃないですか、うん、あそこね、 ABS の感じ、これサビ頭で入ってて感じ、 あってなりましたね。次ね、きますこれ得意なやつ、やっぱ得意なんでしょ、得意なやつよ、しかもこれをこれもう一個言っていいですか、うん、これをファンの人が好きなのを分かってやってる、はい、なるほど、これなんだ、ね、いやーいいっすねこれですよ、でもこの歌い回しはめちゃくちゃ難しいっすね。そうなんです、めっちゃむずいんですよ、そこ難しい、だからもう原曲がこれ僕歌えねえわと思って、なんか発声はずっとここで寸止めして、ずっとここでやってる、なんかまあなんなら歌手って張りたいところがいくつかあって、そうだけどサビこそそれでもって聞かせていくみたいな配分をするじゃないですか、うん、そうですね、でもずっと同じ、そうで、そうなんですよ、むしろこのずっと8割言葉回しで、そう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 、聞かせるっていう、もうここほんとちっちゃいところですごいですね、ずっとやってる、それがいいんでしょうね、でももぐもぐしてるわけじゃないから、そうすごいっすよ、なんかテクニックで掘るさせていくっていうか、そう、あのいい意味で全部小手先でやってる感じ、うん、そうキュッキュッキュッ、これなんですよ、そうこれ今日のテーマこれね、すごいっすよ、セクシー皿の上で、あこれがだからもうワインにも見えてきますからかき混ぜられちゃってるからね、でも変わってくるんだよね、そりゃそうそう、やっぱでもやっぱお酒っぽいっすね、うん、いや醸し出してきます、醸し出してる、そう、うん、本当にそう、アダルティカシスの匂いです、うん、本当に甘くもあり、そう甘くもあり、ね、酔っちゃうんです、酔っちゃう酔っちゃう酔っちゃう、めちゃめちゃ酔っちゃうこれ、フレーバー、こことか張りたいですよ、そうね、ここいいんだろう、歌詞がね、ここに、これすごいね、さすがにすごいです、ね、ちょっとラップライトというか、そうですね、ティリ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 、うん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 、めっちゃかっこいい、いやーなんかこういうのもあるんですね、あり、新しい、うーん、なんかずっとおしぼり噛んでたいっす、って聞いちゃうこれね、うーってね、そう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 、いや手噛んでます、気づかされてるから、気づいたらこうやって噛んで、なんか噛んでないとこれ聞けないこれ、なるほど、でもこう揺さぶられちゃってこれ、うん、それか、これが寸止め感か、こことか、おお、ああなるほど、セリフだ、結構セリフベース的な歌詞だからこそ、そうそうそうね、そうね、この感じを崩さないんですよ、そうかそうかそうか、楽曲のためにしてるんですよ、そっか、おお、そっか、解釈一致、解釈一致、解釈いっちゃ解釈、おい解釈よ、やっぱこの老練解釈ですね、いや老練、うん、何も合ってないですけど、いや何も合ってないんだけど何もうまくないっすね。いやでもなんか、老練解釈なと思って。いや、間違いない。これね。間違いないっすね。うん、いや、ほんとにそう。よくあるじゃん。あの、ほら、で、なんか昔の古典とかでも、うんうん、なんかこう、
訳す人がいるみたいな、ね、あ、そうですね、いますね、いますね、もうローレンさんがね、ローレン色がスの解釈です、ね、確かに確かに確かに、この感じがいい、注釈で書いてます、ね、注釈でそう米8ぐらいで書いてますよねで、そうそうそう、その最後の方に書いてある、うんうん、ローレン・ユーマスとか、そう、やっぱ歌いこなしてますね、なんか期待、ここは期待通りですね、やっぱりね、うん、あ、ここがね、そう、こう、セリフっぽいんだよな、あ、おお、あ、おお、あ、おお、こういう曲強いっすよな、強いし気持ちいいんだよ、気持ちいいんだよな、ずっと気持ちいいんですよ、いや、なんだろうなこれな、いや、このなんか、うん、ここの、うん、サビ前のとこ、この辺の、うん、この辺あるじゃないですか、醸し出してくれてる、そう、醸し出し、うん、ソング強いっすよね、強い、強いのよ、似合ってるで、なんかめっちゃあるんだよな、この感じだとなんか前のやっぱ VBS の感じで、はいはいはい、もう少しこうスローテンポな曲の方が相性良さそうなんだけど、そうこのテンポでそうずっとソフトに行くでしょ、行く、ちっちゃいタイヤがずっと回り続けてるね、え感じ、等速どんどん、そう、等速でずーっとこうやっていってる感じがする、いってるんですよね、めちゃくちゃすごいっすよね、ずっといて、いつの間にかなんかこうなんていうの、そう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 、結局同じね、うん、鳴らされてる、そうそう、鳴らされてる、こっちが、そうそう、これはいいですね、ずるっこれ、うん、ワールド、ワールドです、うん、ワールドです、いや本当ワールドですね、ローリンワールド、そうそうそれも、いやそれも違うか普通のこと言っただけです、ただ普通のワードただなんかドヤ顔で言ってしまっただけの、そう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 、まあ酔ってるから、あ、そうです、しょうがないです、ちょっとこれで酔っちゃった、はい、後半ですからね、ちょっと酔ってるんで、そうそう酔ってるんでね、酔ってもしょうがない、これは、ここちょっと可愛いっすね、なんかね、感情移入してる、発声とかじゃないなんかね、そう、語りだよ、ロールプレイしてますよね、あ、してる、出た、一気に来たね、ここは張ったっ、ここで張った、エモーショナル、ここはね、え、ローレンさんってめちゃくちゃあざとかったりします、皆さん、いや、そうなのよ、なんか教えてくれません、これなんかね、こう、アメとムチがちゃんとあるっていうか、基本アメなんですよね、うん、基本アメなのに、アメ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 ムチアメアメアメそのムチの1回で、そうもうね、ヒーッていってなるんですよね、これすごかったね、とんでもない高音だね、おー、今めちゃくちゃバリバリっていうか、これ、ね、ここで人口半分ぐらいになりますよね日本の5000万人ぐらいになっちゃう、これ多くの人がこれ目下げね、そうそうそう、目下げ、みんなここだ、みんないやここでね、あの屍が、屍がね、屍がいっぱいいる、そう、屍がいっぱい、主に女性、そう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 、そしてそうです、2人ぐらい俺らが、そうそうそう、あれです男混じってんな、骨格的にっつって屍になってるけど、泣きのね、そこなんだ、泣きの、あー、いいね、うわっ、うわー、リズム感、リズム感、すごい、リズム感、リズム感だけでもダメだよ、ダメ、なんだろう、なんでしょうこれね、リズム、なんだろう、なんでしょこれ。多分もう純粋に言葉を捉えるセンスなんだ。そうか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 。そうか、言葉をどのぐらい自分が咀嚼して、そうかそうか。ものにしてるかみたいな。自分の枠にちゃんと、その言葉に当てはまるバランス感というか、枠にはめる能力が高いというか。なんかさ、いや、今のさ、ちょっとがなりのところあったじゃん。ありました。あそこの歌詞が、なんかあの、私の可愛かった。可愛かったな、そこなんだって。そう、その歌詞なんだ、確かに、だから多分それって多分女子がわかるんか、そうか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 、そ女心が、うん、だってこういう絵が見えますもん、女子の思考でこういうところでこうなってるからな、なんかちょっと教えられるんですよ、可愛かったな、ね、
ちょっとこう、そこになんか一番女子って感情にね、わかる。こう乗るのかなっていうか、わかる。これが、そうですよね。老練解釈ですね。うわ2回目もダメです。これ怒られるやつです。そうそう。もう2回目でもダメです。多分1回目も滑ってる。そう、2回言ってもダメです。2回目はもう、ね。そうそうそう。天丼言うても、うん。一応ね、これ、ガラリっていうのはスクリームですよ、これ一応ね。一応ちゃんと解説しておくと、ね。はい。この前か。ここね、これ、これ。これスクリームです。うわぁ。そうそう。しかも、これスクリームなんですけど、詰めてないです、これ。詰めてないのか。詰めてない。詰めてないのと、あとポジション、これね、ちょっとマニアックやな、これな。いや、ちょっと聞かせて。ポジションがあんま高すぎない。へ、う、ぇ、んそして、ちょっとやっぱ抜いてる。じゃあミドル、うん。じゃあミドル。ちょっとミドル。ちょっと、うん、ミドルハイぐらいで、可愛いかぐらいにしたいけど、そこまではいってない。みたいな。これね、皆さん、かっこいいポイントなんですよ。そう。本当に、ね、ね、ガラっちゃった、さっきガラって言ったんだけど、ガラっちゃったらこのかっこよさでは多分出ない、ね、このヒス、うん、ヒスさあそうそうヒスなんですよ。そうだそうだ、ヒステリックの愛狭間でこうなっちゃった人の、うんうんうん、ってことなんで、おお本当そうですよ、ね、これはね、いやだから作られすぎてもないしいいですよね。これはね、テイクとしてこれを選んだのが絶妙ですよ。なんかあの声優さんがすっごい感情移入して、うん、なんかスクリームっぽい感じになる時に、そうですね、近いから。だからやっぱ全体としてやっぱセリフ調なんですよね。うん、ああ、そっか。いやいいですね。いいですね。いやー、いやーね、めっちゃ止まるんですよ、ね。そう。なあ、これここ好き。これな。ここ、ここいい。ここの前も好きで。取り返しがつかないね。ここの泣きも、一回裏返るんですよ。なるほどね。この、で、こっからっすよね。これ。おぉ！え？おぉ！そういうこと？ここちょっと張ったっすね。しかも、一回だけこのハイトーンで入れてさ。いった。いやー、このテンポでね。確かに。この曲調でさ。しかも、この、粛々と言ってますよ。うん。歩幅は変えてないっすよ、あんまり。ねえ。うん。この感じ。ここ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 。ここだ。おお。緩急で。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれだな。歌いこなした。すげえ。いやーすごいね。なんかロックバンドもいけるねこれ。いやいける。全然いけちゃう。いけちゃう。いやーなんか、いやなんかいい酒飲んだわ。いや間違いない、一軒目本当に。なんか難しい言葉のさ早く、そうですね、そう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 なんですよ、そうなんですよ、遊び感というか。これも令和ですよね。令和。そう、令和の象徴じゃないですか。おー。だから歌いこなせる人が少ない中、うん、ローレンさんはいけるだろうという、この期待を見事に、うわ期待通りというか。いろんな歌があって。一種でしたね、これ。これは。一種でね。本当に。一種。一種だわ。でも美種。そう、あー、それだけうまい今日初のうまいよし、やった強かったっすね、最後の最後で。ちょっと取り戻した。あうずうず。酔いが冷めてしまったから。よかったよかった。よかったよ、素晴らしいっすね。いや、めちゃめちゃよかった。これ勉強になるというか、本当に新しいものを見せつけられた感じがありました。はい、皆さんぜひですね、この曲に関する豆知識であるとか。そうですね。ね、あとローレンさんの、歌声を拝聴するのがこれ2回目でございますんで。ただ、沼りそうです。いや、おしゃれなんで。ぬ、そう、うん、沼りそうなんで、なんか。そうですね。で、我々が好きな、このロックな要素も、ちょっと垣間見えるよね。見えるんです。実際、いや、ロックっていう感じの曲じゃなかったとしても、秘めてる。ボーカル感が秘めてる。わかる！めっちゃわかるよ。わかる！ロックボーカル感が眠ってるんですよね。あるある。眠ってる。めっちゃロックやってほしい。ヒョウみたいなのが見える。うん、なんか、内側にいる感じするんで。ね。皆さんのそのおすすめのね。うんうん、確かに。おすすめのアルコールを
教えていただいて、ね、お願いします。ちょっとそれをまた、うん、拝見できたらなと思っておりますので、はい、ぜひコメントとかもですね、いつも通りいつも全部拝見しますので、うん、ありがとうございます。ぜひお願いしますと、はい、あとですね、今回の動画が良かったという方、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。いう感じで、聖帝の専門家李先生と、ボイスラの魔法がお送りいたしました。ありがとうございました。はい、バイバイ。